レプストブ専門店渋川市ペートマン群馬です。いや今日は朝から梅雨らしいというかしっかりと雨が降っています。九州ではだいぶ豪雨の被害が拡大をしているということであります。本当にお亡くなりだったのご冥福と被災をされた全ての皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。群馬県も何事ではありません。私たちも、自分たちの住んでいるところ、どういう状況なのか、そしてまた、過信をせずに、災害に、なる前にですね、避難をする、そんな準備も必要なのではないかなと思います。テントストーブのこと、薪ストーブのこと、メンテナンス、浸水設置のこと、ストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。